はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつだりょうでございます。今日2月11日は紀元節ということで、神武天皇が日本を建国された記念日ということで、息子の誕生日でもあります。私、まあ祝ということでね、神武天皇の頃の日本の人口はいかほどかって言いますと、まあ8万人って言われてますね。7年前にまとめたですね、日本人は全員親戚なので無人販売所が成立すると、他の国は全員親戚ではないので無人販売所は成り立たない。だから全員日本人は親戚なんで、おのずから振る舞いを正しくするってことですかという私の説が補強されました。神武天皇の頃約8万人しかいなかった。それが増えて今1億2400万人ですか。でまああの元を正せばみんな似たようなご先祖様ということで無人販売所が成立する。まあこういう私の説なんですけど、この説をまとめた本をいずれそのうち出版いたします。タイトルは日本は超個体であるというものなんですけれども、まとめてから随分経ちますけれども、ちょっとあの何回かあの漫画家とかトライしたんですけどうまくいかず、まああの資金も、大した出せもせず、ちょっと本気入れて出版しようかなと思っております。最後の抗がん剤打ってから1週間なんですけど、なんかあのここに来て効きが最高潮に達したようで、抗がん剤注射した腕に4箇所穴が開いてしまいました。まあ、抗がん剤ってそのなんつうのかな、細胞の分裂を抑える、体にとってはあの毒なんで組織が痛むんですよね。あとあの胃腸のですね、なんかあの疲労感っていうか重苦しい感と、倦怠感と眠気ですね、今日はね。早くあの効き目が切れて正常に戻っといいんですけれども、IT メディアビジネスオンライン記事であります。ドンキのネット動画専用スマートテレビ売り切れ店続出で再販決定という、初回生産分6000台は売り切っちゃって、であの6000台を追加生産と発表になっておりました。ドンキ本社でもですね、予想以上の売れ行きだと、予想してなかった、驚いたというようなコメントを発表されておりましたけれども、これは NHK と契約する必要はないと NHK が回答しておりますのが聞いたのかな。ネットの反応です。ただのモニターやん、これテレビというより動画サイト専用モニターでは。これ普通に NHK がいる番組は見れるテレビだと思って買ったやつが多そう。まあ民放は見れるみたいなテレビ、まあ、テレビつって売ってますからね。テレビの時代は NHK 受信料強制徴収が終わらせた。ホテルはテレビ1台につき受信料払えって言われるから、2年分の受信料で買えるから実質無料、4万円以下で買えるのか。テレビ買っても黙ってたらいいだけ。この携帯が今後は普通になるだろう。モニタープラス Android OS で言うなればですね、あの会話機能がない大きなスマホって言ったところなんですけども、放送法の受信機はですね、モニタープラスチューナープラスアンテナ3点セットと放送法で規定されてますんで、まあ、厳密にはテレビではないんですけどね。ネットフリアマプラ見れます。そのために買う。ネット回線は必要。正直なんで普通の PC じゃダメなんかわかんないですね、私なんかはね。スマホだけタブレットだけしか持ってない層向けなのかな。そういう層でもネットフリアマプラ見たいっていう方の需要に応えてるんでしょうか。だが NHK と民放ですね、一月見ないだけで精神状態非常に安定しますし、あらゆる洗脳から解けると思うんで、まあテレビ破棄の入り口としてはドンキのこのテレビは歓迎であります。今のところですね、
全部売っても 1.2 万台、6000台売り切って6000台追加ってことですからね。これが12万台、120万台、1200万台となったら、NHK は焦ってですね、なんか総務省に命じて法改正させそうだななんて、思っておりますけれども、これはドンキの専売特許ではないんで、モニターにアンドロイドつけるっていうのはね、これはよそのメーカーさんとかも真似してどんどん作ったらいいんじゃないでしょうか。24インチが 21,780 円、42インチが 32,780 円、私老眼が進んで今32インチのパソコンモニター使ってるんですけど、3万ぐらいで買ったね。モニターのみでも安いと感じんな。さすがに42インチのパソコンモニターだとかなり離れないと使いにくいですけどね。OS の更新が止まっても、内蔵 Android の更新できなくてもですね、まあモニターとして使い続けられますね。これお得感がある。 NHK でもチューナーとアンテナつければ番組見れますよね。契約しろとか言ってきそうなんだよな。なんかな、イラネチ系裁判で司法が下した判断はこれでした。もうめちゃくちゃでした。イラネチ系つけて NHK 見れねえっちってんのに、なんとかかんとか素人にはできねえね、改造を施してですね、確か電波増幅器なんていう素人にはどこに売ってっかすらわかんねえような白物つけて、なんとかかんとかうずるようにしちゃって、改造すれば見れるようになるって判決に出ちゃったんですよね。3月27日池袋で NHK スクランブルデモ予定してます。何とぞよろしくご参集ください。亀山刑事テレビ朝日社長辞任、業務と無関係の飲食やゴルフ代を経費で払わせていたことが指摘されたかららしいんですけど、ネットの話、部長も捕まるわ、ろくな会社じゃねえの、全員悪人、詐欺部長の件での引責辞任かと思ったら本人の問題かよ、記者会見しねえの、もしかして会見もせずに辞めるのか、今後一切政治や社会に対して偉そうなこと言う資格なし、中で何が起きてるんだろう、他に深い闇が絶対あるだろう。知った時に、これ知った時に真っ先に思ったのは、部長が逮捕された補助金詐欺の連座で逮捕される社長も見込みでですね、そんでもって先んじて辞任したのかな。逮捕が免れないとすればですね、現職の社長が逮捕されるよりも元社長っつった方がいくらかダメージ少ないですよね。テレ朝にもテレビ業界にもね、うまくいけば元だからっていうことで全然報道しなくても済むかもしれないしね。社長の経費の使い込みなんかどこでも大なり小なりやってんだから、こんなんで辞任って不自然っていう意見が多数でした。まあ疑惑はますます深まったってとこでしょうか。使い込み以外にね、社長として不適切で業務の遂行に支障をきたす恐れがある行為が確認された報道がありましたけれども、それが何かは言わねえんですよ。何だったんだ一体、説明しろって。辞任記者会見ないみたいです。あとテレ朝のモーニングショーでもこれ一切触れなかったんだって、社長が辞任してんのに。これでよくね、他のとこを責めるときは説明責任ガーって言えたもんだと思ってね。まあ自分を棚に上げて嘘をためらわないっていう特殊野党とですね、韓国政府と親戚かなんかなんでしょうか、あまりにも似すぎてますんでね。というわけで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。